音羽山は、京都府京都市山品区と滋賀県大津市の境界に、所在する山で、山品区の最高峰である。標高は593.2メートル。山頂東側、南北に連なる稜線が、府県境を形成しており、山頂付近は京都府に属する。山東三角点も山品区に所在する。山品盆地の東、琵琶湖の南西に位置し、北には大阪山。 南には、醍醐の山々が連なる。山城国と大見国の国境を形成していたことから、大阪山との参観は、古くより交通の要所となっていた。また、音羽山の四方である、牛尾山には、延暦年間に、人外によって、方言寺が創建された。牛尾山にある道寺に対する信仰が広まるにつれ、音羽山も、名所として知られていくこととなった。つらゆき。 有原の元方など多くの歌人が、音羽山を歌枕として読んでいる。また、京都に3カ所所在したとされる、音羽の滝のうち、後尾の音羽については、音羽山の西原を流れる山市の音羽川の滝と否定されている。幼州府市によると、江戸時代頃には、小山とも呼ばれていた。天の木でも三角天の天命を、小山としている。現代では、 東海自然歩道が山中を通過しており、また山頂からの展望も良いことから、一年を通じて、ハイカーが多い。登山道としては、大津市川の石山寺から、東海自然歩道を経て登る、山品盆地側から宇宙観能を経て登る、大阪山側から、東海自然歩道を経て登る、などがある。山頂直下を、東海道新幹線のトンネルが通じており、大阪山との山間部には、 京阪京信線が通じている。東海自然歩道が山中を通じており、東の石山寺方面から山頂付近、北の大阪山方面を接続する。ありがとうございます。